バットコントロールもいいね、選手に捉えられたという感じでしょうね。そして今シーズン初登場になります、職人が現れました。いや、侍という風貌です、小笠原道博。去年代打で驚異の2割9分5厘、打点14。檜山さん、代打で2割9分5厘打つことの意味は。いや、もうすごい数字ですよ教えてください。はい、もうでも本人の中であのやっぱり代打で生きていこうという気持ちに切り替えられたからでしょうね。はい、イメージからしたら檜山さん、代打で3割弱ってことはもうほとんど打ってるようなイメージですよね。そうですね、はい、経験された立場で檜山さん、どれぐらい打ってれば、まあ、いやもう2割5分打てばすごいなと思いますね。しかも2割9分5厘はこの状況で、あのオースファン投手にあの部があるとすれば、まだ小笠原選手がですね、今季初打席だっていうことですよ ね、 そうですね。やはり力みが出てくるんでね。41歳19年目の小笠原に対し、オースファン追い込んだ。山さん、バッターとしてはどういうところが怖いバッターなんですか。出るゾーンが広いですからね、まあ、年齢もあの重ねてきましたけど、しかもどのコースもフルスイングできるっていうね、まあ、嫌なバッターでしたね。そんなに上背ないんですが、あのバットも伸びますよ、ね、そうですね、今のファールもねコースいいんですけどね、打席では大きく見えますね。韓国277セーブは歴代最多。そして来日1年目の去年、阪神タイガースで見事に期待に応えてセーブを獲得したオスンファンです。シーズンの最終盤の活躍は本当にタイガースを救う8年6日の活躍でした。手が伸びてきます。檜山さん、ここまでの対決はどちらに分があるんですか。まあ、追い込んでる分ね、あのオースファン投手にありますけれども、まあ、ただあの先ほどのね、ルナ選手にもそうですけど、ここでもアウトコースしか、ね、行ってないので、目つきはやっぱりどん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 バッターはそっちに慣れてきますからね。はい、あ、首振ってるんだ。で、梅野は内へ構えました。山田さん、いかがですか。ちょっと甘く入ったんですけどね、この構えだったんですけどね、そうですね、真ん中に回した、ね、まあ、首打ったんでバッターもね、変化球も来るかもなっていう、まあ、追い込まれてますしね、もちろん変化球、まっすぐだけではいけないんで、それも差し込まれましたけどね、危ないボールですけどね。はい、1球内を挟んでの6球目です。147キロ、難しいですねこの場面ね。一回マウンドに行ってもいいんですよね、この時は。なるほど、そうなんですね。オスマン、どうしましょう、何々しましょうか、こう思うんですけど、でお互いやっぱり話して分かれて投げるのと、迷ったまま投げるのとでは全然変わるんで。山さん、よくおっしゃる気持ちを一つにしてから、そうですね、投げると、はい、同じボールでも違う、それがバッテリーだと思うんですよね、はい。あ、これもセンター前ヒット、セカンドランナーは三塁ストップ。大和がバックホームはゴメスカット、これでワンアウトフルベースになりました。代打小笠原、今シーズン初打席はセンター前ヒット。檜山さん、今年も小笠原打ちそうです。うん、そうですね、いい振りしてますね。そうですか。今も檜山さん、ずっとね、まっすぐで攻め続けて。そうですね、今ちょっとね、ちょっとなんか、そうですね、シームかなんかね、シンカーかなんかね、だとは思うんですけども。そうですね、これだけね、それでも振ってますから、やっぱりいいですよね。はい、そしてダイソーは荒木です。これで荒木が出てきました。この荒木はいわば逆転のランナー、ウイニングランとなります。